ヨニー・ヤンセンは、オランダヘイレンフェーン出身の元サッカー選手であり、サッカー指導者。2019年より SC ヘイレンフェーンの監督を、務める。現役時代のポジションは MF。選手としての成績は目立ったものではなく、SC ヘイレンフェーンでは、トップチーム公式戦1試合に出場しただけである。1998年から2年間在籍した SC フェーンダムでは、 リーグ戦26試合に出場し、プロキャリア唯一のゴールも記録している。フェーンダム対談後は、オランダカブリーグのアマチュアクラブでプレーしながら、サッカー指導者としての道を歩み始める準備を始め、メッペラー SC 在籍時に指導者として働き始めた。2005年から在籍したオリフィアでは、中心選手として活躍し、クラブを5部から3部へと押し上げた。 2000年から SC ヘイレンフェーンの指導者として活動し、同クラブ下部組織のカテゴリーの一つである A1 を率いた際には、オランダ国内の A1 チームが参加するカップ戦で、AG の A1 に敗れはしたものの、チームを準優勝に導いている。2014年よりアシスタントコーチに就任した。2018から19シーズン、当時ヘイレンフェーンの監督を務めていたヤンオールで、 リーケリンクが解任され、シーズン残り5試合の公式戦を指揮する暫定監督になった。そこで結果を残したため、翌シーズンから正式にトップチームの監督を務めることが発表された。ありがとうございます。